省エネの達人企業編。今回は岐阜県羽島市にあるブライダルサロン、株式会社ブライダルポートワンの省エネを紹介します。ゆったりと落ち着いた店内には、純白のウェディングドレスを中心にカラードレス、和装など700点以上の貸衣装を取り揃え、式場の相談なども行えます。今回の達人による省エネ術はこちら。お客さんの動きに合わせるで電気使用量 16% 削減。一体どんな取り組みなんでしょうか。早速伺ってみます。こんにちは。達人の松原さんでいらっしゃいますか。はい、そうです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。今回の達人は社長の松原由香さんです。こちらではどういう省エネを取り組んでいらっしゃいますか。はい、ご結婚が決まってご来店さしていただいて、はい、2階はウェディングドレス、はい、1階は色打ち掛けとなっておりますので、はい、そのお客様が移動することが多いので、はい、その動きに合わせてちょっと省エネをしております。これまで始業の9時半から営業終了の18時まで店内の照明やエアコンはつけたままでした。それが今は朝礼やフロアの清掃が終了するまでの間は全てのエアコンをオフに。その後は予約を確認し、お客さんが来店する30分前ぐらいにエアコンや照明をつけるようにしています。スタッフの時間への意識が高まり、作業が効率的になったといいます。達人、はい、営業中はフロアのエアコンや照明っていうのはずっとつけてるんですか。いや、全部つけていることはなくて、予約の状況にもよりますけども、はい、特に2階ですとフィッティングルームがございますので、やっぱ神父様はご試着の時は結構脱がれますので、そこだけはもう常につけてる状態になっておりますので。そうですよね、はい、今まだちょっと肌寒い時期なので。そう、寒いので、はい、お客さんは打ち合わせの後衣装合わせのために和装なら1階奥、ドレスの場合2階へと移動します。部屋に入る時間を逆算し、快適に過ごせるように各部屋のエアコンを稼働させます。さらに冬の間は全館28度と一律にしていた7台のエアコンの設定温度をエリアごとに変更。温めすぎなどで無駄に使っていた電気を抑えることができるようになったのです。2階はよく見ますと照明がしっかりついてますね。はい、はい、2階はどうしても電気を落とせないので、ドレスの美しさも半減いたしますし、はい、違うところで省エネいたしております。省エネのアイディアがこちらのスイッチに貼られたシール。つける時間帯やバックヤードなどつける必要のない照明が一目で分かるように色分けされているんです。さらにお客さんに省エネをお願いする工夫も。こうした取り組みで電気使用量 16% 削減を実現しました。お客さんの動きを把握し、快適な空間を提供しながらも、ルール化などによって大きな省エネ効果を生み出していました。省エネの達人は、電気の見える化で企業の省エネ活動を支える日本テクノの提供でお送りしました。おはよう。あなたが働く街、今日も一日頑張って、電気という活力を街の隅々にみなぎらせて、こんにちは。あなたでにぎわう街、人と地球が共に幸せになる光り輝く未来のために、エネルギーを賢く上手に使いながら、ただいま。あなたが安らぐ街、暮らしに豊かさと潤いを与え続けてくれる明るい光に包まれて、おはようの街からお休みの街まで、電気を守る、作る、賢く使う、日本全国24時間電気のそばに私たちはいます。電気にエネルギーを注ぐ日本テクノ。